昭和34年9月26日、この日、潮岬西方より紀伊半島に上陸した台風15号は各地に甚大な被害を与え、すなわち死者行方不明5104名、負傷者4万4004名、被災者概数153万、いわゆる伊勢湾台風がこれである。例年、悪ことなく襲いかかるこの自然の暴力は常に幾多の悲劇を生み、その災難に巻き込まれた人々の運命を大きく変え続けたが、この伊勢湾台風もまた例外ではなかった。この日、生後間もない幼子を抱えた若い母親が嵐の中で消息を絶った。それはまさに運命の日であった。全ては17年前のこの日から始まったのだ。もう一人の私がどこか